1942年のゲルハルト・クロップ・ファー・ゲルハルト・クロップ・ファーは、ナチス・ドイツの政治家。ナチ党官房長、マルティン・ボルマンの補佐官、党官房法務局長。ドイツ帝国プロイセン王国シレジアのシュライバースドルフ、出身。法律と経済を学ぶ。1931年に、デュッセルドルフの裁判官となる。1933年に、 国家社会主義ドイツ労働者党と突撃隊に入党。1935年に副総統、ルドルフ・ヘスの事務所のスタッフとなる。またこの際に、上司のヘスと同様に親衛隊の名誉隊員となり、親衛隊上級大佐となり、1944年には、親衛隊中将に昇進している。党官房の中で、マルティン・ボルマンの副官の地位を手に入れた。 1942年1月20日、ラインハルト・ハイドリヒが主催した、万税会議に出席した。1945年に、ベルリンの戦いが始まると、ベルリンから逃亡した。戦後、戦犯として逮捕されたが、証拠不十分で釈放された。その後、ウルムで、税務アドバイザーとなった。彼は、万税会議の出席者の中でもとも長生きし、 1987年に死去。BBC の映画、防儀では、イアン・マクニースが、クロップ・ファーを演じた。ありがとうございます。